好きです。チャンネル登録待ってます。さあ、キャッツキムキチャンネル、みんなありがとうございます。ドキブリドキリしてね。お名前と年齢と職業教えてください。小田真奈美です。高校1年生の16歳です。高校1年生、衝撃的なんですけど、めっちゃ髪の毛カラフル。今日エクステラピスっていうところでやってきたんですけど、今日つけてきたんですけど、めちゃくちゃ可愛い。もうめっちゃカラフル。可愛い。めっちゃ自慢するじゃないですか。結構お気に入りなんですか。全然高校生に見えないですよね。正直言っていいですか、はい、19歳ぐらいかと思います。よくでもいつも24とかめっちゃそんなくらい言われる。皆さんいくつに見えますか。いくつに見えますか。めっちゃノリ。今彼氏いますか。いないんですよ。できたことないんですよ。え、それは嘘。待って、絶対嘘ですよね。本当にないんですよ。高校入って自分なんかアニメが好きになっちゃって、アニメのなんかなんだろう、男の子は完璧なんですよやっぱ、はい、アニメの中のその完璧っていうのはどなたなんですか。黒羊に出てくるセバスチャンが大好きです。ちょっと衝撃的すぎてちょっとショックなんですけど、え、告白されたこととかないんですか。 あるんですけど、まあ告られたら3年待ってくれたら考えていけるとか言いますね。めっちゃ上から来ますね。じゃあね、そんなまなみさんのカバンの中身を、そう、ちょっと見せていただきたいんですけど、見せてもらってもいいですか。お願いします。カバンの中身はちょっと化粧ポーチ、お財布、お財布、かわいい薬箱。なんでこんな薬持ってるんですか。いや、自分体調崩した時、友達が体調崩した時に渡せたら。しかもなんかそのまま入れるんじゃなくて薬1個ずつ切ってます。お財布の中見ていいですか。お財布の中はちょっと保険証と、このカード、 T カード見せてもらってもいいですか。あ、 T カード、すごい、じゃじゃん。何ですかそれは。銀魂です。本当にアニメが好きなんですね。銀魂ですね。早速、あ、皆さんティッシュが出てきました。それさっき、さっきこれは何をしたのかな。さっき口紅を拭いたやつですね。カラコンです。2個持って今つけてるのと、つけてるのと、もう一つ一応、え、もうね、美がかかってる。いやいやいや、全部美をかけているんだなって。いやいや、絶対思ってますね。もう思ってますね、皆さん。思ってないです。これはちょっと残念だったですね。これだけダメですね。これだけちょっと、それ以上にこれ、キュンキュンですね、これは。あの、いつもインタビューしてくれてる方にくすぐりをさせてもらってるんですよ。くすぐりをさせてください。で、負けた場合は罰ゲームあるので楽しみにしててください。はい、じゃあ、かわいいまなみさんをくすぐりたいと思います。足から、はい、いきます。はい、うわー、足は大丈夫な気がする。大丈夫な気がします。はい、本当ですか。はい、じゃあ感想どうでした。もうなんか絶対プロでしょ。くすぐりのですか。プロでしたね。はい、これはもう何人もくすぐってますよ。私には分かりました。分かりました。ありがとうございます。あの、罰ゲームをしてもらいたいので、まずはちょっとゴキブリを持ってください。ね、これを持ってカメラに向かって可愛い一言を言って
投げキス、男性落としてください、メロメロに。じゃあ私、茨城の人なんで、茨城弁で言いたいと思います。んー、怖いべー、みんな、これ、クガ。ありがとうございます。ちなみに、なんて言ったんですか。ゴキブリ食うかみたいな、ゴキブリ食べるみたいな言い方ですね。全然メロメロに落とす気ないじゃないですか。そんなまなみさん、めちゃくちゃ可愛かったです。ありがとうございました。動画の下の概要欄からチャンネル登録お願いします。お願いします。韓国かヨーロッパ。ロシアあたり、スイスとかフランスとか。東京ミックスドリンク、ハミングス。